れてありがとうなのにゃ。 RD は人間とロボットが一緒に暮らして共に働く生活のどこかにロボットがいることで人間が便利で笑顔でいられる世界を思い描き、ライフイズロボットを掲げてロボットの開発を行っている会社だにゃ。今日紹介する共同ロボットコタロウはコンセプトモデルをデモにしたにゃん。家庭内の家事をお手伝いするロボットにゃ。本日は人間とロボットが共存するワンシーンとしてコタロウによる食器片付けデモンストレーションをお見せするにゃ。一緒に生活する居心地も良いロボットとして親しみを感じてもらえるよう願いを込めてコンフォタブルとロボットを合わせてコタロウと名付けたにゃ。コタロウは RD 千葉工業大学玉川大学と共同開発したのにゃ。紹介が遅れたにゃ。僕は司会を務める RD のロボットショップの店長、猫店長にゃ。どうぞよろしくにゃ。それでは準備にかかるにゃ。皆さん、写真、ビデオ等、SNS 拡散よろしくお願いしますにゃ。これからモニターに映るのは、面倒くさがり屋一家、面倒家のダイニング、とある日の朝の出来事にゃ。皆さん、モニターに注目にゃ。もしかしたら、もうこんな時間、早くお化粧しなくちゃ。いや、日直だった。僕も早く学校行かなきゃ。ちょっと待ってくれよ。それじゃあ僕が片付けをすることになるじゃねえか。僕も無駄にしたり、いろいろと忙しいんだ。時間がかかるのよ。僕もやりたくない。待って。やれやれ、また始まってしまったにゃ。これでは家族崩壊の危機だにゃ。そんな面倒家のためにロボットがある暮らしをプレゼントするにゃ。よかった。もうこんな時間、早くお化粧しなくちゃ。そういえば今日は日直だった。僕も早く学校へ行かなきゃ。コタロウ、よろしくね。皆さん、心とカメラの準備はいいかにゃ。早速始めていくにゃ。コタロウの活躍をご覧くださいにゃ。皆さん、左手に見えますロボットに注目するにゃ。コタロウが動き出したにゃ。コタロウは下半身が自立移動可能な台車となっており、机に向かって自動的に移動することができるにゃ。コタロウは頭部にカメラがついていて、お皿、コップ、スプーンといった食器を自動で認識するにゃ。現在、コタロウが食器の位置やどんな食器が置かれているかを考えているにゃ。ロボットの手元に注目するにゃ。食器の種類に応じて掴み方を工夫している様子が見えると思うにゃ。例えばお皿は斜めから、コップは上から手を近づけて、食器を掴んでいることがわかるかにゃ。食器の掴み方を工夫しているところからも、コタロウが食器の種類を認識していることが見て取れると思うにゃ。コタロウのように、ロボットが家庭内において、自動でお手伝いしてくれる未来は、イメージできたかにゃ。朝の忙しい時間の代わりに、食器を片付けるワンシーンを切り取ってみたにゃ。コタロウはお皿やコップなどを簡単に掴んでいるように見えるかもしれないにゃ。このようにいろいろな種類だったり、バラバラな場所に置かれた食器を一つ一つに分けて掴む作業は、人間にとって簡単な作業でも、ロボットにとっては最先端の難しい技術にゃ。RD はロボットの目となる認識技術を大学と連携して開発を行ってるにゃ。
皆さん、デモンストレーションは楽しんでもらえたかにゃ。未来もロボットもいる暮らし、猫の手ダイニングのデモを収録するにゃん。こちらのロボット、コタローの資料は、RT のウェブサイトに掲載してるんや。スタックなウェブサイトへのリンクが、記載されたカードを配ってるんや。RT の共同ロボットコタローを、見た、と会社で話題にするんや。どうもありがとうございましたにゃー。